デラウェアは子供からお年寄りにまで好まれる粒の小さなブドウで、安城市では31軒の農家が年間およそ12トンを出荷しています。このうち東畑町の大橋裕二さんの畑でも朝から収穫作業が始まり、たわわに実ったデラウェアを一房一房丁寧に摘み取っていきました。今年は4月から5月にかけての天候に恵まれたおかげで成長は順調で、甘みと酸味のバランスが取れた美味しいブドウができているということです。ちょっと冷やしてもらうと美味しいと思います。ぜひ一度食べてみてください。収穫作業は来月上旬まで続けられ、市場へ出荷された後、県内のスーパーなどで販売されます。